さあ、始まりました J リーグジャッジリプレイ。さあ、このコンテンツでは毎回週末の J リーグの試合から、えー、気になるジャッジを取り上げまして、ジャッジに関する疑問やルールをわかりやすく解説していきます。 ということで、えー、J リーグ副理事長の原博美さんと JFA トップレフェリーグループシニアマネージャーの上川徹さんと一緒にお届けいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、えー、今日はですね、冒頭から、えー、大事なお知らせがございまして、このコンテンツはこれまであの不定期で、うん、なんかちょっとこうたまったなという感じになったらやるという感じで、うん、終わる？ついに来てますやん。ここに皆さん<ー>来ていただいてるじゃないですか。<laughs> ということでこの度、えー、週一配信のレギュラーが決まりました。ありがとうございます。 ありがとうございます。本当？もう終わりかと思って。<laughs> 違いますよ。やりましょうよ。せっかく集まっていざじゃないてすらですか。はい。さあということで、え今回から J ワン参入プレーオフ決定戦が行われる今シーズンの J リーグ最終週まで、えー、毎週火曜日配信の予定でお送りいたしますので、うん、ぜひご覧いただきたいと思います。まあでもレギュラーの方こうやって週一でやろうが原さんいいですよね。あのね、それは、うん、あのちょっとこう時間があったのでタイムリーに、うんうん、今週。 この前のこれっていうような週末のこれっていうのを出した方がうが皆さんも分かりやすいかなと思ったんで見てる方もちょっとこのほやほやの間に解消した方がそいういねそれで早く解消して次の試合に向かういうこれでいきたいとちょっと上川さんレフェリーの方もちょっとお忙しい中大変だと思うんですが。 はい、すいません、よろしくお願いします。いえいえあの、まあ、あ<の>同じようにね。上川来なくなったら違う人、上川来なくなったら違う人を呼んで。<laughs> だって上川さんもだって、お忙しいでしょ結構。そうですね。まあ、週末は、はい、あの、会場行ったりとか、はい、あとは、まあ、夜になったら。いろいろね、大実装を見ながら、いろいろ重要な場面とか、あ,はい、あるいはいろいろその試合終わった後に。はい、こうチームと意見交換したものとかが全部上がってくるんで、うんはい、またそこのチェックをしたりとか、いろうんうなことで。まあ、けど、あの。 とてもいいことだというふうに思います。こうすぐにね、はい、あの話ができるのは。さあ、そして、えー、レギュラー化決定に伴いまして、えー、視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンをツイッターで、えー、募集しています。ハッシュタグ J リーグジャッジリプレイで取り上げてで投稿。長いな。<laughs> <laughs> ハッシュタグ J リーグジャッジリプレイで取り上げてで、えー、投稿していただきたいと思います。 だからあの原さんこう皆さんから届いたのでちょっとあの我々のこの一方的なこのシーンというんじゃなくて皆さんからこのシーンどうなのっていうのをこうどんどん出してもらってそれで多かったやつとかこれ取り上げた方がいいよねっていうのはすぐ取り上げるっていうのをやりましょうじゃあ皆さんどんどんツイートしていただきたいと思いますさあそれでは早速今回ですね投稿していただいた中から週末のこのシーンを取り上げます。 さあえー、こちらが J2 第37節、千葉対山形ですね、えー、この町田選手のパスを受けて、小島選手の,この、まあ、パスでしょうけれども、えー、それがそのままゴールインするという形ですが、えー、これ、山形の選手は、上川さん、これはオフサイドじゃないかという。 まあ最終的にボールには触れてはいないんですけども、うん、その蹴られたボールに対して最後、詰めていきますよね、はいうん、ゴールキーパーの前まで。はい、でこの選手がオフサイドポジションにいて、はい、でボールにプレーしようとした動きがゴールキーパーにこう何らかの影響を与えてるんじゃないかと、はいうことでオフサイドのアピールをしてるんだというふうには思いますけども。でこれ判定は、えー、まずこのところではオフサイドではないという判定で。はい こののままゴーールインというのをレフリーが認,めて認めたということですけども、はいえー、上川さんの見解としてはいかがですかパッとこのゴールの前だけを見てたらですね、はい、そのゴールのキーパーの前に走り込んだ選手がオフサイドポジションのようには見えるんですけども、はい、手前にいるよね手前に一番画面の右側にそ人ディフェンスが残っているんで、はいうん、まずもうオフサイドポジションではそもそもないとそうですねあの矢田旭選手が詰めますけども。はい 矢田浅選手もオフサイドではない,ない仮に直接ボールに触れたとしてもオフサイドポジションオフサイドではないですよね。小島選手のパスがそのまま直接、うん、矢田選手に行ったとして,してもオフサイドではないと。ただ一つ難しいのがですね、うん、ここで、はい これユウスキユウ選,選手が触ったらね、はい、触った時はボールに触ったら触れたボールがそのゴールキーパーの方に行ってで冷めた選手が何らかのこうインパクトを与えるようなことになれば、オフサイドになるとは思いますけどもここでは触れてはいないので、触れてないねこれね。ディフェンスに当たってるんですか、ね。そディフェンダーの選手にちょっと当たってる感じなんで、はい。だから仮にあの矢田選手がこう触ってなくてもまあそのゴールキーパーの ね、動きに関与したビナの部分はあったとしてもそもそもオフサイドではないということですけれどもちょっとこう感覚的というか雰囲気でいうと一瞬オフサイドに見えがち見え,ます、ねはい、見えがちですねあそこの真ん中だけあの流れというか、うん、でもただ判定的には何も問題なかったから多分これ山形の選手も、はい、これ冷静に後で見ればオフサイドじゃないわって理解するで、うん、<laughs> する。<laughs> でもその瞬間っていうのはやっぱりわかんないのと、うん、これイブスキーが本当にこのヒールで当たってた時にもしこの矢田選手が出てたらそれはオフサイドだと思うのは思うんですよこれ見返せば選手も多分サポーターもこれはオフサイドではないねっていうふうに思うと思います そういう意味では副審の方もその主審の方もいい位置で見てたということですか主、はいね、審も,もう目の前誰もいないですししっかりあの視野を確保できてますし、うん、まあ副審はもう2つ目のことも考えながら動いていると判定しているようにはしてると思いますけどね、うん、これ結構じゃあ原さんレフェリーの方もでですすないですか、うん、いいい,、はい、いいとところ見てたと思いますよそうじゃないとこう自信持って判定できないというかね。はいはい ちょっと、まあ、キーパーにとっては少し悔し悔い感じのキーパーパはやっぱこういう時はもう何があっても取れるのは取るしかないのそういうふうに考えるしかないオフサイドのことをかはもう最後に判断してもらってこれやめちゃうとやっぱこういうことが起きちゃうので最後までプレー、まあ、まあしてるんですけど、はい、まあちょっとこう判断も遅れたってのはあるんじゃないですかね。うんうん まあでも判定的にはえ何も問題なく、うん、問題ないですねこれ後で見返せばクラブ側もああお二人じゃないねっていうのでは理解してくれるシーンだと思いますよさあえ続いてはですね先週末の J1 からこちらのシーンですさあこちらは J1 の第29節神戸対長崎のゲームロングスローからウェリントン選手が競ってこの三原選手のシュート見事に決まってますでこれはえーゴールインですよね そうですね。はい、最終的にはゴールになっています。ただ、これ見ますとね、上川さん。はい、神戸のあの古橋選手が。一はオフサイドポジションですね。うはい、そうですね。で、まあ一応シュートに、まあ関与しているとか、まあコースに入っているというか。ちょっとね、あのキーパーのプレーにも、ちょっと影響してるような、してないようなという,ような捉え方もできますが。はいはい、これはね、非常に。 こう難しい。うんうん、正直言って、どっちとも取れるような。はい、オフサイドだと思う。ね、あ、原沢。はい。あ、そこにいて、やっぱあの動きをした場合に、キーパーにあれで関与してないっていうのは、僕は言えない。と思うんで、うん。これはもう、オフサイドって言われたら、多分、うん。多分 しょうがないなっていう例えば攻撃側も思うと思ううと、ん、のですか、うんうん、でキーパーの試合にはそのこの5番のディエンダーがいってるとしてもやっぱりそこの,このコースには入ってるんで、うんうん、だからこれはあのむしろ本当はオフサイドなんじゃないかなっていう気は僕はしますよ。ただその神川さんそのまあゴールにも認められましたしどちらとも取れるという意味では別にどうですか、はい、オフサイドじゃないという考え方も。 えあのまあ、まあ、原さんがおっしゃった通りで、はい、このオフサイドポジションにいる選手が、うんまあ、ゴールキーパーの視線を遮るような形で、うんまあ、ゴールキーパーちょっと反応がやっぱり 遅れててますよねうん、うん、ボールに対して動けなかったとでこのオフサイドポジションにいる選手によってそのボールの方向が分からないんであればもう間違いなくオフサイドだというふうに思いますあとはボールがやっぱりその16番の選手の近くを通ってますよね。通ってますね。で原さんがさっき言ったようにちょっとよけるような動きだってもやっぱこの動きっていうのがゴールキーパーに対してはちょっとこうインパクトを与えるというこれだから原さんなかなかその角度というかまた難しいこれもちろんこの映像で見れますから。 ゴール裏映像とかでね。えー、僕から言えば、そのゴールのこの枠にいるのと古橋選手のこっち側、うん、逆側、うん、逆サイドに来てればあんまり関係ないじゃないですか。だけど、シュートが同サイドに行ってるから、しかもそこに古橋がそれで避けている。っていうのは僕はやっぱオフサイドだと思ね、うん。でもあれだけ早いシュートが来たら古橋選手も動いちゃいますもんね。動いちゃう、うん、動いちゃう。ゃうっていうか。多分これ。 だからあれか向こうこれね古橋が言ってこのゴールキーパー特重の右の方にズンって飛んでったら古橋関係ないとも言えるかもしれないんです少しはだけど同サイドだからしかもよけてるっていうのは僕らの現場の感覚でいうとこれはオフサイドを捉えておかないと当たらないために動きましたっていうふうに僕はやっぱり自分がやっぱり選手なり監督だったらそういうふうに考える。 まさに素晴らしいそこもポイントだと思うんです副審も、まあ、我々もそういうことを考えてオフサイドかどうかっていうのを判断するにはして、うん、動いてるかどうかっていうのは、はいはい、ボールが近くに通って。でこの瞬間に副審はそのことは分かってたんですけど、うん、シュートを打たれるとどうしても副審のもう一つの仕事として。うんうん 入っ,入ったか入らないか見に行かないといけない。<ー>でなるとその「あオフサイドポジションにいるのは分かるなうんだけど関与してるかどうかかな」と思うのうん、うん、頭にのげながらもシュート打たれたら今度はこれが入ったかどうかは見に行かないといけなくなってくるとやっぱり早く目は動いていくとこのオフサイドポジションにいる選手が動いてこんだけ動いてるのは映像で見て自分でもやっぱり驚いたみたいでうん、うん、そこの動きが分かっておけばオフサイド。 VR 入れば入ってたらそこを確認してということはあるのあります、ある、このケースはこれはあるかもね、そういう面では VR 入ってたら分かりやすいケースかもしれないなっていう気はするけど、僕はそう思いますけど、でも確かにレフリーも結構いいポジション取ろうとしても、あそこにあんだけ人がいて、確かに難しいっちゃ難しい。スローインはだって左サイドから、のスローインですもんねレフリーの方の位置はもうしょうがないというか、ある意味しょうがない部分はありますけども。 だからだから上川さんが最初におっしゃった難しいというのはういろんな意味でエレフビがどうやって見極めるかっていう難しさわかりました、うん、あの上川さんが説明しにくそうにしてるのは違うっていう判定でそれが一番わかりやすいかなとい <laughs> そうですね、はい、今ちょっと勉強になりましたね、はい、続いてはこちらのシーンですさあこちらは J1 の第29節横浜 F マリノスと北海道コンサドーレ札幌のゲームですけどもこのまず右サイドからの まずクロスが流れて左サイド、菅選手中に入れてこのチャーナティップ選手のシュートがネットは揺れていますけどもフラッグが上がっているということで判定は神さんオフサイドという判定がありましたがまあこれはスローで見たらよくわかるかなみたいな感じでですすかねねそうこれは視線を遮っているとは思わないです。ボボーーーールルのコースは見えてますよねキパからただ あのオフサイドポジションの選手の近くにボールが飛んできて、はい、ほ,ほぼもう足の下ですよね。うんうん、で、あえて足を上げて動いていると、うん、キーパーに十分にそのインパクトを与えているというか影響を与えるとい,、はい、というふうには考えられるんで、はい、つまりその J 選手がオフサイドであったということですね。はいはい、まあこれ原さん、はい、ある種ちょっとわかりやすいというかわかりやすいと思いますよ。うん、でも意外と いいのはこの松原手前の松原さん彼がやっぱりちょっとでも押し上げたからこれオフサイドポジションになって、よく相手に残ってるとオフサイドにならないないで横浜フマリスは27番で一番こうオフサイド後ろの対手ラインにいる。彼がちょっと上げたからこれオフサイドポジションになってるってこれ結構大事ですよね。なるほど。ジェイはやっぱり最後ほら。 さっっきもそううですけどやっぱりこうほら足を上げないと当たっちゃうから反応してるっていうことは <laughs> うん、うん、これをもしも全く関係なしに、うん、あのこっちに戻ってきてるとか、うん、向こう側に出てっちゃったとか、うん、それは関係ないと思うんですけど、はい、これはやっっぱりり絶対関与してるってるなりますねこれでも原さんもフォワードだったじゃないですか、うん、もちろんその触ったらこれオフサイドになるなってある程度分かってても、はい、体は動いちゃいますよね。動いちゃうから やっぱりここちょっと戻したときりちょっと戻るとかってディフェンダじゃないけどちょっとでもこまめにやっとかないとオフサイドになってむしろ点が本当に入ったのに触ってオフサイドになっちゃったっていうこともあるのあるんですよ選手ってねだからすぐやっぱり気をつけないとやっぱり同じように戻ったら少し1回下がるとかやっっったたが良かかなてあれ金沢さん全然ジェイ選手が動かずに知らんぷりできたとしたらオフサイドじゃないんですか あのまあ映像ではそういうふうに分かるんでしょうけど副審の位置からどのくらい分かる、うん、ただこの場面は副審は、はい、あのこの動きがはっきり分かってて、うんはい、で主審とも確認をし合って、うん、だから主審の位置からもここらは分かってるんです、うん、この主審のポジションからは J 選手がどのコースに立ってるかも分かってるんですでも両方で確認して確信を持っても抑えたど、うん この J 選手が、ね、このゴールのポストの,このエリアというか、うん、あれより向こう側にいてボケットというかうん、うん、ただ立ってたらボールにも関与できないし、ね、キーパーも枠の中じゃないから、はい、こっち側にいてもそれは関与してないでいいんだと思うんですよ、はい、向こうにいたら、はい、上にいるとかだけどやっぱコースにいてしかも当たっちゃうからく、うん、足を上げているというのは間違いなくオフサイドだと僕は思いますね、うん。これは本当によく見た後のオフサイドも そんな思ったよりすごい出てるわけじゃなくて、結構ギリギリですね。瞬間でいくと、そうですよね。なんででしかも向こうにもあの小前かないるじゃないそうですよね。だから小前とかが残ってるのは全然問題ないですよね。あそこにいるのはシュートには関与してないってやっぱり枠と全然違うんで。だけど J はオフサイですねこれ。本人もこれ分かってますねこれ。まあこれ分かりやすいんじゃないですか。そうです。そうですね正面だし分かりやすかったんだと思いますけどね。 だからこれをそうだってなると玉、まあ、原さんの意見でいうと、うん、じゃあさっきの,あの神戸のシュート、うんはい、あれもやっぱオフサイドじゃないって僕は思いますね難しいけど、うん、あれもオフサイドにとるべきのはシンプルなような感じはします。ですね、はい。さあ、ということで今回はまあレギュラーか一発目ということでしたが、はい、原さんこうやってみていかがでしたか、ねいやあのー タイムリーなんで、ねうん、あの新鮮だなっていうのもあるし、うん、変に我々も打ち合わせしてないからここに行ってパッて見るっていうのもあるじゃないですか。<laughs> うん、でなかなか難しいところもあるし、うん、あのこういうオフサイドはオフサイドじゃないっていうだけじゃなくて。うんあの 例えば本当にレフリーがこうアドバンテージ取ったことによってすごいいいゴールが生まれたとか、うん、これ取り上げてとかっていうのがちょっと欲しいですね新しい発想とか、ね、こんなとこはどう考えたらいいんでしょうみたいなのを言ってくれると僕らもまたそれを参考にできるんで、うん、そういうなんかこう皆さんとつながってる感を出したいなっていう感じがありますね。 なんか神岡さん僕はこうあの判定こうだと思ったんですよっていうなんか自分の意見でも全然いいで,いいですよねああいいねああい,い,いいよねでまあもう一度それでなんでそう思ったかとかなんかやると我々もこう話を膨らませていきやすいのかもしれないですし <laughs>、うん、ねなんかそ、うん、率直に何か思った意見をこう言ってもらえるのはありがたいですねちょっと心配は、うん、このお二人が忙しいじゃないですかだから一週間に一回いないときは違う人呼んできますいる<や>人でやるいる人でやる うん、いる人でもいいし、うん、あ原さんもだってお忙しいでしょ、うん、まあそういう時もありますまあだから、うん、それでも誰かが来る誰かが来ますんでっていうのでやりましうもしかしたら人数いっぱいになってるかもしれませんけども、うん、それはちょっとうるさいからやめましょう<笑><笑>ぜひ引き続きご覧いただきたいと思います、はい、ということで、えー、また来週火曜日にお届けしたいと思います今日はお二人ありがとうございました